RI プレゼンツ海の民、山の民、第2章。神話との遭遇。前回のあらすじ、トーカは味覚を感じないことで自分は死んだと自覚して落ち込んでいると、体の主はその感情に影響されたようで泣き出してしまった。すると体の主は突然部屋を出て行った。彼女が向かった先はあの大きな木だった。彼女は到着すると周囲を見回し、誰もいないことを確認すると何かをつぶやいた。その言葉を理解できず、どうしたんだろうと思い、黙っていると今度は、あなたは誰ですか？神霊ですか？今度は私にもわかる言葉で問いかけてきた。私が急な展開に驚き、戸惑っていると、私の中にいるのは神霊ですか？そう続けて話しかけてきた。これは私に言ってる。気づかれた。どうしようかと少し迷ったけど、思い切って声を出してみた。ごめんなさい。私もよくわからないんです。これが正直な今の気持ち。すると、心理違うですね。刺さむ言葉、少しわかります。彼女はたどたどしい言い回しだったけど、私の言葉に答えてくれた。ただこの時はまだお互いの言葉が十分に理解できず、状況を理解するには至らなかった。この日をきっかけに、私たちはこの大木の前で会話をするようになり、互いの言葉を教え合ううちに、少しずつ互いのことが分かってきた。最初に教え合ったのはお互いの名前で、彼女の名前はトカプチプ。太陽という意味だそうで、彼女が少し恥ずかしそうに太陽を指さして教えてくれた。彼女は自分の名前が少し照れくさいようだった。それにしても驚いた。最初の2文字だけだけど、名前も似てる。私の名前の由来は、仙人の桃と呼ばれる番頭から1文字いただいて、両親がその香りで周りの人を包んで安らぎを与え、誰からも愛される存在になってほしいと願ってつけてくれた名前。私も彼女同様、名前負けしてるなと思って、名前の由来は誰にも話してない。仙人と太陽、共通点はなさそうに思うけど、似た名前には親近感を感じた。ただこの時、私のこの名前が後々の判断に大きな影響を与えるなんて思いもしなかった。その後彼女にも私の名前を教えたら、同様に驚いて同時に喜んでくれた。それから彼女は、もしかして言葉は違うけど本当は真理ですか？と聞いてきたけど、意味がわからなかった。真理ってなんだ？この真理という言葉が先祖を指す言葉だと理解するには少し時間がかかった。
意味は分かったけど、私が祖先というのはありえないっていうか可能性はかなり低い。私がいた世界はどちらかというと海外か、もしくは未来の世界じゃないかと思う。それは使っている道具や周囲の風景に違和感があって、特に竪穴住居は歴史教科書で見たけど、それはレプリカで本物じゃない。ここを過去の世界だと考えないと腑に落ちないことだらけだ。それは後で考えるとして、あの可愛い女の子の正体が判明。あの子は彼女の妹で、名前はクンネチプ。好きという意味だそうで、納得の可愛さだ。彼女は妹をとても大切に思っていて、あの温かい眼差しの意味が分かった。妹はとても活発で、心配ばかりかけると言ってたけど、心の中はほんのり温かく、困っていると言いながらも、全然怒っていないので、彼女の妹への愛情が感じられた。言葉を教え合いながら、トカプチプに私のいた世界の話をすると、彼女はとても感動して、理想の世界だと言って興味津々だった。ただ、お金に関しては理解に苦しんでいて、欲しいもの同士で交換した方が早いと、やや否定的だった。ただ、冬の寒い時期は、その方法で食料が得られるようになれば、みんなすごく助かると言って、理解は示してくれた。私が話した中で、彼女が一番興味を示したのは食べ物。特にフルーツに関しては、酸っぱいものというイメージしかなかったようで、甘い果物に憧れがあるようだ。この周囲に小さな赤い好みがあって、それが唯一甘い果物らしいが、残念なことにあまり見つからないそうで、どこにあるか聞かれたが、私の説明が下手くそで、彼女を混乱させただけだった。他にもケーキやクレープの話をしたけど、想像ができないみたいで、黙って話を聞くだけだった。そんなある日、彼女は見せたいものがあると言って、あるものを見せてくれた。本日のストーリーはここまで。続きは明日配信します。お楽しみに。よければチャンネル登録お願いします。それではごきげんよう。